高潔智秀の Go To 電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、湯気文化祭飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい、 Go to 電子地ステーション。おはようございます。ここからは高潔智秀の GoTo 電子地ステーションの時間です。3連休最初の土曜日、あれ、この3連休が2週続いている、どこに行こうかなというふうに思っている方は、さあこの番組高潔智秀の GoTo 電子地ステーションは電子地邸、三重県にある国の登録有形文化財ですよ、ここをスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオのコラボで実現した三重県の魅力を発信していく、そんな番組でございます。さあ皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。高潔智秀の Go To 電子地ステーション。さあここからは素敵なゲストをお迎えしたトークコーナーです。今月お越しいただいているのは四日市商工会議所副会頭で久喜産業株式会社代表取締役会長、そして我ら電子地邸プロジェクトの代表発起人である久喜門七さんにお越しいただいています。久喜さん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いいたします。今月は電子地邸プロジェクトとは何ぞというところを、まあ、今更ながらというか今だからこそしっかりお届けできるという部分もあると思うんですが、この電子地邸プロジェクトについて皆様にこうお届けしていく1ヶ月間です。先週久喜さんのお話の中から、電子地邸プロジェクトの中で大事にしているのがこう文化交流と、四日市にはいろいろな文化がありますが、これを電子地邸でどのようにこうアレンジしていこうっていうふうにこう思われておるんでしょうか。そうですね、文化っていうのはありますけども、電子邸という館の中でどんな可能性があるのかということで、いろんなイベントごとですねを開催しています。特に音楽、例えば三味線ですとかクラシック音楽会とかというのもありました。あるいはお茶ですとかね、茶道の世界をこう提供できる、そんなことがございます。それともう一つ、ベースにあるお食事というのが、食もすごい大切な文化です。で、今和食というものと洋食っていうのをこうコラボって言いますかね。そうですね、比較的こうミクスチャーになって無国籍料理というようなイメージですかね。そうですね、さまざまな可能性があって、それをこう提供することによってまた皆さんが何か食文化の中で感じてもらうもの、あるいは飲み物、お酒類にしてもさまざまな組み合わせもある、いろんな可能性があるのかなと思いますね。で、食と音楽、食と何か、いろんな組み合わせがここの館の中でさまざまな活動の中で触れ合うことによって何か新しい、化学反応っていうか、そこから何か芽生えてくるものがあればそれをまた育てていきたいな、そんなふうに思いますね。電子地邸でイベントをいろいろと企画している中で毎回思っているのが、この電子地邸が持っている可能性の多さ。例えばこの音楽を一つやるにしても、古い屋敷だから、日本の古来の音楽が合うのかって言ったらそれだけではない。クラシックもありますし、ソプラノ歌手の方にお越しいただいたということもありますし、でそこからこのある種アンバランスさが逆にこう一つまとまって届けることができるという面白さであったりとか、あといろいろな文化、四日市三重県にはありますが、それをこう一つ二つつなげてお届けする場所として電子地邸ってすごく面白い場所だなっていうのは、実際携わっていて感じることですが、久喜さんはどう思われますか。そうですね、本当あの場所、玄関を入ったところからなんか異空間に入ったような
感覚があり、で長い廊下をこう歩いていく、そして古い木があったり、またあのお庭を眺める、そんな中で普段とは違う場所にいる、そこにいろんな音楽ですとか食事ですとかがこう体験することによって、うん、何か自分の中で何かがこう今度組み合わせることによって出てくる、感じる、そういうことがそれぞれ参加したそれぞれの人たちに起こってくるという場所ではないのかなと思います。そしてこの電子邸では、やはりそういうことをこう全部こう包み込むような、そんなゆったりとした空間でもあるのかな。だから演奏した方々もここですごい演奏しやすかったという声も何回か聞いた記憶がありますね。電子地底って非日常を実感することができる場所ですよね、でその非日常でさらにこう普段感じることができない、体験することができないイベントが開催される、これはねもう一度来た人はハマるでやろうなとそういう気持ちにいつもなっていますね。そうですね。またちょっとお話もしたかもしれませんけど、萬古焼という四日市の伝統工芸になるのかな、まあ、四日市の焼き物をさまざまな作家さんたちとの今ご縁ができているので、いろんな形でそれにまた萬古焼を組み合わせるような形での提供も可能かなと思ってますし、そんな企画も考えてはおりますね。そうですね。だからこそこの食をやってることの意義も出てきますし、文化が詰まってることの意義も出ますし、一つのものだけがいいでしょうではなくて、この他にもあるものを合わせて、でそれを電子地底アレンジというか、電子地底ならではのこう届け方をさせていただいて、違った形の価値というものをお届けしていきたいと思いますね。そうですね。本当に我々が意図してこうでしょっていうんじゃなくて、やっぱこの場を提供して、そこでいろんな方が感じ、そして気づくという場であってほしいなと思いますね。なんか今の話はすごく面白いなと思ったんです。例えば新しいことをこう仕組む人っていうのは、大体こう未来を想像して何かをこう作ったり、作っていくと思うんですけれども、今そのある種化学反応を楽しむっていうのは他の事業にはプロジェクトにはあまりない発想感なのかなというふうに思いまして、これは久喜さんの思いの中ですごく大事なウェイトをやっぱり占めてるんですかね。そうですね。ちょっとこれは心理学を学んだところも関係してるのかもしれませんけども、と言いますと頭で考える、今までの知識だけで考えることと、本当に自分がこうやりたいなっていう思いが出てくる、潜在意識の中に入っているもの、普段の生活では蓋をしている部分が、この異空間のその場にふっとこう蓋が開いて、うわーっていう何かがこう刺激される、そんなことが当然起こるだろうし、私はまあそういうちょっと心理の世界も知ってるんですから、今までのそうすべきとかそうあらねばならぬではなくて、そうしたい、こうなりたいというような感情っていいますかね、そういう思いになった時に、何か自分らしさ、自分が求めているものにちょっと触れるような、そんな場所になるといいなと思いますね。電子地底とはこうあらねばならないという発想ではなくて、もっとこう面白いもの、ある意味わがままでいいんだなというか、以前言ったよね、元気なエネルギーの交流ができる場、そして可能性を上がる場、そんな場であれば様々な人が交流できるのではないのかなと思いますね。情報発信という私が今担っている電子地ステーション、ここの役割もすごく大事かなというふうに思っているんです、いろいろなこう文化が集まって新しいことができるということをお届けするのも大事ですし、一つ一つの価値ある魅力ある文化というもののそもそものこの由来であったりとか、どういった方々が思いを持ってその文化に
取り組んでおられるのかという背景も合わせてお伝えするというのも大事だと思いますので、うん、そういった意味で情報発信非常に大事だと思っているんですが、いかがですか？そうですね、本当にクローズドな世界ではなくて、オープンにいろんな人に知ってもらう、それによって広がりが出てくる、発信していくっていうことはすごく大切な意義があるんではないかなと思いますね。そしてそれをやっぱり欲しい人に、その情報というかね、情報が欲しい人にきちっと伝わるような伝え方ができるともっと素晴らしいでしょうね。そうですね。またこちらから情報を伝えてる側として、新しく行くところでやはりまたご縁も生まれますし、うん、そこで生まれたご縁が電子地底にこう集結されて、うん、そこから新しいこの見たことがない化学反応が生まれてこればいいなというふうに思いますね。そうですね、その通りですね。はい、また、来週もこの電子地底プロジェクトの魅力についてどういった思いなのかという部分をいろいろとお伝えしていきたいと思います。久喜さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。電子地ステーション、そろそろお別れの時間になってきました。久喜さん、今日もありがとうございました。はい、電子地底はこれまでこう歴史があって、いろいろなことを実際に旧浜松もでも行われてきた歴史があるんですよね。そうですね、本当にあそこの場は晴れの舞台って言いますね。晴れの意味合いをしたり結納をしたりという方々が四日市にいっぱいいらっしゃいますね、はい、ですからそういう歴史も含めてあの場を大切にしている人たちはいっぱいいるのかな。そんな人たちのためにもあの場を持っていきたいなっていう気持ちになりますね。そうですね、人生の節目に電子地底をご利用された方は多くおられますし、その電子地底を今こう預かっているといいますか、うん、管理していくというこの我々責任感感じますし、うん、その歴史をさらに今流にアレンジしてお届けしたいな、そんな思いもありますね。そうですね、本当に彼の出発である結婚式もまた企画しておりますので、まあ、そんなこともできるような体制作りを進めて、多くの皆様に楽しんでもらえる、使っていただける場にしたいですね。ありがとうございます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新。伝えるに漢数字の7で電子地、ヤフーやグーグルなどの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますので、チェックしてください。さあ、ここから三重県観光連盟の情報です。答えてラッキースマホで見えとくキャンペーン、スマホを使って三重県内50件以上の三重旅案内所や230件以上の三重旅おもてなし施設でアンケートに答えるとお得なクーポンやポイントをゲットできる、答えてラッキースマホで見えとくキャンペーンがあります。おもてなし施設でお得なサービスが受けられたり、ポイントを貯めてプレゼントに応募できたり、スマホさえあれば手軽に誰でも参加できるいいこといっぱいのキャンペーンです。ぜひこちらをチェックしてください。今お送りしている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と久喜毛七でした。素敵な土曜日を。